アウトモビリ・トゥーリズム・エスポルトは、イタリアのスポーツカーメーカー、レーシングカー・コンストラクター、レーシングチーム。フェラーリの有名な社内紛争、宮廷の反乱で退社したメンバーによって創設され、1963年から1965年まで活動した。1961年末、フェラーリ社長のエンツオ・フェラーリと営業部長、ジローラ・モガルディーニが衝突。 ガルディーニと彼を支持した、レースチーム代表、ロモロ多ーに、チーフデザイナーのカルロキティ、エンジニアのジオットビッツァリーニラ幹部クラスの、計8名が、一斉に退社するという、お家騒動が起きた。フェラーリのカスタマーチームとして活動していたスクーデリア、セレニッシマのオーナー、ジョバンニ・ボルピ・ハクシャクが退社メンバーを支援し、実業家のハイメオルティス・パティーノやジョルジョ・ビンディが、出資して、 1962年2月11日に ATS を設立した。ロードゴーイングカー及びフォーミューラ1マシンを生産し、レース場及びストリートでのフェラーリの直接のライバルを目指した。1963年3月に先進的なミッドシップロードカー 2500GT を発表し、元チャンピオンのフィルヒルを擁して、同年の F1 世界選手権にティポ100で参戦した。 しかし、オーナー間の対立やレース活動の成績不振、イタリア国内の景気減速によって、経営は傾き、プロジェクトは未完成に終わった。ビッツァリーニは、ATS を去った後、イソグリフォや、ランボルギーニ v 1 2エンジンを手掛け、後に、自身のブランドビッツァリーニを立ち上げた。一方のキティは、元フェラーリのエンジニア、ロドビコ・チツオーラと共に、アウトデルタを設立。 アルファロメオと緊密な関係を持って活動した。ATS2500GT は1963年春のジュネーブモーターショーで発表された小型グランツーリスモで GTS というコンペティションモデルもあった。わずか12台が製造され、うち6台が現存する。クーペボディのスタイリングはフランコスカリオーネ、車種設計と開発はキキとビッザリーに、 コーチワークはカロッツェリア・アレマーノがそれぞれ担当した。史上初の行動用ミッドシップカーの座こそ、ルネ・ボネのジェットに譲ったものの、機器が設計した 245HP を発揮する 2.5L サイチェシー V8 エンジンを搭載し、時速 257km まで加速できる性能を、誇った。そのフラットプレーンクランクシャフトを持つ90度、V8 エンジンは後に、DOHC 化され、 アルファロメオティーポ33に搭載された。ATS の F1 マシンはティーポ100と名付けられ、1.5LV8 エンジンが搭載されたが、実際には時代遅れのフェラーリ156のコピーであった。ドライバーのフィルヒルとジャンカルロバゲッティも、フェラーリの政治的混乱から逃げ出し ATS とサイン、したが悲惨なシーズンを送り、キティはレーシングチームの運営を諦めざるを得なかった。 1964年、ロブ・オーカー・レーシングチームの元メカニックであった、アルフ・フランシスが ATS ティーポ100を引き取って改造を施し、デディントン・フランシスの名でイタリア GP に出場した。ボルピ伯爵は、後のセレニッシマに ATS によく似た技術を導入した。1966年にマクラーレンチームが F1 に初参戦した際、 いくつかのグランプリでセレニッシマエンジンを使用した。ATS GT 設立から50年後の2012年、新たな投資家による ATS 復活計画がスタートし、オリジナルの名を継いだロードカー ATS2500GT やサーキット専用の ATS スポーツ2シーターのレトロスタイルスパイダー ATS レジェラの開発を発表した。2017年、 ATS オートモビリーは3.8リットル V8 ツインターボを搭載するスーパーカー ATS GT を発表し2018年にローンチエディションを限定12台で発売した。マクラーレンの MP4 から 12C や 650S をベースにして開発されたとみられる。2019年にはモータースポーツ部門 ATS コルサを設立し ホンダ製2.0リットル自家4ターボを搭載する GT レース専用 ATS-RR ターボを発表した。ありがとうございます。